どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空がですね、友人や知人などとで,ですね、マイルを集めて特典航空券を発見することがね、できるようになりましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、こちらはですね、ちょっと前にね、発表があったんですけども、発表があって利用することができるなって、なんかね、サーバーダウンかなんかで、ま、結局ね、利用することがね、できなかったんですよね。ですので、発表時代ね、ちょっと前にあって、解説出してくださいっていうね、コメントもいただいてたわけなんですけども、ちょっとね、利用することができなかったので、動画ね、出せてなかったんですけども、やっとね、利用することができるようになったということで、実際にね、今回やって、どういった感じでね、利用することができるのかっていうのをですね、解説。 やっていきたいなと思います。ちょっとね、私自身もね、やったことがございませんので、不適合な部分がね、あるかと思いますけども、ぜひね、気になる方は最後までね、ご覧いただければなと思います。で、このね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、マイルをね、あの、知人の方と集めて発見することができるようになったんですけども、まあ、このユナイテッド航空のマイレージプラスですね、マリオットボンボイポイントからね、交換することができたり、ポイントサイトハピタスからマリオットボンボイポイント、ユナイテッド航空みたいな感じでね、交換する方がね、多いと思うんですよね。 このマリオットボ,ンボイポイントからね、交換されるっていう方は、まあ基本的にね、マリオットポイントっていうのは、ウェブでね、ちゃちゃっと、あの、ポイント移動がすることできますので、まあそういった方にね、あんま需要ないのかな、なんていうふうに思うんですけども、ユナイテッド航空のクレジットカードとかね、あの、本会員ずつで、あの、ご夫婦とかで使われている方は、まあ今回の改定ね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらがね、公式サイトになっておりまして、こちら概要欄に載せておきますので、え気になる方はぜひね、チェックしていただければなと思うんですけれどもえ、残念ながらね、日本語に対応してなさそうですね。これね、日本語に変えてもね、ちゃんとここら辺が全部日本語で表示されないっていうふうになりますんで、ちょっとね、このままやっていきたいなと思うんですけれども、このね、ユナイテッド航空マイレージプラスプーリングということで、まあ、マイルをね、プールしてえ、他の人とですね、利用することができるっていうふうになるんですよね。 で、下の方にですね、どういった感じでね、利用することができるんですかみたいなね、まあ、こういった話が書いてありまして、これをね、翻訳すると、仕組みですね、マイルのプールの作成と管理ということで、マイルプールの開設は無料で簡単です。18歳以上のマイレージプラス会員であれば、どなたでもマイルプールを開設し、プールリーダーになることができます。 プールリーダーはマイレージプラス会員をプールに招待することができます。招待する会員はマイレージプラス会員であれば家族、子供を含む友人または今後でも構いません。一つのプールに最大5名まで参加することができます。プールメンバー全員がマイレージプラス、マイルを共有してプールを寄付することができます。プールリーダーはプールを管理し、 プールメンバーにマイル交換を許可することができます会員は一つのプールのみ参加できますプールを退会するとプールのマイルを利用できなくなりますということでこちらはね、マイルをね、利用してしまうと プールしてしまうとっていう感じですかね。そのマイルはね、利用することができなくなるっていうふうになるみたいなんですので、まあ、これだけね、あの、注意していただければっていうところなんですけども、で、今ね、私はプレミアゴールドで、えー、先日セタマスマッチでね、そのまま利用して、えー、そのままになっておりますんで、まだね、プレミアゴールドで634マイルしかね、まあ、今持ってないわけなんですけども、今回ね、あの、妻の方にアカウントを作ってもらって、まあ、そちらにね、マイル少し入れてありますので、まあ、実際ね、やっていきたいなと、 思いますですので、今回は私がプールリーダーになって、妻を招待して、まあ、マイルを合算するみたいな。まあ、ここまでね、やっていきたいなと思いますので、気になる方はですね、こちらね、あの、今回のこのマイルプールに関しての Q&A ね、非常にたくさんね、用意されておりますので、まあ、気になる方はですね、ここら辺ね、あの、ディープルで訳してね、見ていただければなと思います。まあ、このね、あの、プールして予約するっていうのはですね、ヒルトンホテルとかでも、ポイントをね、あの、プールしてお 友達と一緒にねホテル取ったりっていうことが、まあ、できるっていう風になっておりますのでまあヒルトンホテルの場合はねプールしてもいいんですけども普通にねあのネットでポイントを送れますのでまあどっちでもいいじゃんっていうところなんですけどもまあ今回ねユナイテッド航空でえ他の人とですねマイルね一緒に合算して発見することができるようになったっていう風になりますんでこれはいいですよね。ということで実際にやっていきたいなと思います。 はい。ということで、こちらね、ログインしていただくと、えー、ここにね、ご自身のアカウントがね、ここに、えー、表示されるっていうふうになっておりまして、クリエイトプールプールを作っていきます。そうするとですね、まあ、ルールがね、えー、記載されるっていうふうになりますので、まあ、これね、ちょっと、えー、皆さんと一緒にね、えー、見ていきましょうか。まず一つ目ですね、えー。ルールその1、プールリーダーは18歳でなければならない。会員は一度にプール、 え、会員は一度に一つのマイルプールのみ所属できます。プール入会後72時間以内はマイル付与や プールのマイルの交換はできません。追加されたマイルは24時間後に使用することができ、永久的にマイルプールの一部になりますということで、こちら注意ですね。プール入会後72時間以内はマイル付与やプール交換はできませんということで、プール入会後72時間ということで、3日間はマイルの寄付やマイル交換はできないんですね。で、追加されたマイルは24時間後に使用することができ、永久的にマイルプールの一部 なりますということでまあ、先ほどね言ってると思うんですけども、まあ、一度プールしたねマイルは戻すことができないっていう風にね記載がありましたよね。で次ですねプールリーダープールリーダーは会員を招待し交換の権利を決定することができます。ということであこういった形になってるんですね。 これがルールーつ目ですねで3つ目です、えー、プールマイルを理解するということでプールされたマイルはユナイテッドおよびユナイテッドエクスプレスの特典フライトにご利用いただけます。 フライトの変更またはキャンセルした場合は、マイルはマイルプールに戻されます。プールされたマイルは座席のアップグレードにはご利用いただけませんということで、Q&A とかにもね、書いてあったんですけども、このプールされたマイルっていうのは、特典航空券のみね、利用することができるっていうふうになっておりますんで、まあ、それ以外のね、座席のアップグレードとか、Wi-Fi とかにもね、使えると思うんですけども、こういったものにはね、利用することができないっていうふうになります。はい、ということで、これでね、作っていきましょう。 えクリエイトプールですね。ということで、私がプールを作成してえ、プール、あ、ヨータエイジプール、あ、プールトータルっていうことで、私のプールメンバーができましたね。はい。で、アイルプールページっていうのがもうできてるんですね。おお、すごいですね。ということでえ、ここにマイルを追加したりえ、こちらはマイル交換したりっていう感じですね。ということで、ちょっとね、今回妻にアカウントを作ってもらいましたので、アカウントをね、足していきましょう。 ということで、マイレージプラスメンバーのナンバーですね。入れていきます。で、全部入れて、センドインバイトですね。はい。まあ、これは招待状を送るみたいな。まあ、そういった感じですね。では、入力したらね、招待状を送ります。そうすると、えー、名前が入りますね。はい。ということで、こちらで多分メールの方が飛んできてるのかな こちらですね。you are invited to join myle pool ということで、えー、こちらね、メールが飛んでくるっていうところですね。で、こちらで受付ですね。あ、これでですね。yota has invited you are their miles p o o n a m e yota h。私の、これ今妻のアカウントなんですけども、私の方にね、招待状が来てますよということで、えー、これで拒否するか、えー、許可するかっていうところで、これで許可ですね。これで OK ですね。 はい、こちらで、えー、GoToPoolMile ということでこの持っているマイルをこちらで、えー、私の作ってるグループにマイルを送る感じですね。ということで送ってみましょう。とということで、では、 あ、そうかそうか。まだできないですね。72時間できないって書いてありましたね。はい。ということなんで、これで足して送る。あ、これで、ここをクリックしてマイルを足す感じですね。72時間、やつ3日間ね、送ることができないっていう風になりますんで、こちらで送ると。3日後にね。っていう感じですね。で、こちらでが私のアカウントなわけなんですけども、私と妻とね、入っておりますね。 おお、こんな感じで利用することができるんですね。で、ここにマイルが入ったら、ここにマイルが表示されるっていう風になって、リリームマイルということで、ここで特典航空券を発見するっていう感じなんですね。おー、すごいですね。 こんな感じで利用することができるんですね。いや、これは簡単でいいですね。もうちょっと複雑かと思ったら、本当にアカウントとメールアドレスね、登録したメールアドレスがあればですね、ちゃちゃっとね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、ひとまずね、登録して72時間以内はね、マイルを送ることができないので、この点だけ注意が必要ですけども、非常に簡単にね、利用することができますね。 はい。ということで、今回ですね、ユナイテッド航空が、友人、家族の方とですね、マイルを一緒にね、統合して発見することがね、できるようになったということで、解説やらせていただいたわけなんですけども、いや、非常に簡単でね、えー、ちゃちゃっとできますんでね、これはいいですね。もしね、友人とか、まあ、友人っていうのはまあ、そんなに、 急がなくていいですね。ご家族の方とかはですね、まあ一緒にね、発見する機会がね、あると思いますので、まあ先ほども言ってると思いますけれどもえ、登録してから72時間、約3日間ですね、マイル送ることもできないっていうふうになりますんで、まあご家族の方ね、今後え、利用する予定のある方に関しては、登録だけね、やっといていただくのはね、いいのではないのかなと、 思います。非常に簡単でね、利用することができるっていう風になりますんで、ユナイテッド航空ね、本当にどんどん便利になりますね。このね、ユナイテッド航空のマイルっていうのは、マリオットボンボイポイントね、6万ポイントが3万マイルっていう風になりますんで、2分の1でね、交換することができるんですよね。で、このマリオットポイントっていうのは、マリオットアメックスもしくはポイントサイトハピタスからね、こちら交換することができて利用することができるっていう風になりますし、何よりね、 キャンセル変更を無料で利用することができるっていうふうになりますんで、これはね、本当にいいですよね。まあ、ちょっと必要前ですよね。上がってしまった部分はあるわけなんですけども、ネンサーチャージもかかんないですね。本当にいいですね。 はい。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することができますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。